手短にお答えいたしますが、従来の政府見解が示された昭和47年、これは政府の基本的な考え方になっておりますが、この昭和47年の政府の基本的な考え方は、閣議決定を経ていないものでございますし、またもちろん与党の協議も経ていないわけでありますが、その当時とですね、昭和47年当時と比べて、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容しているのは事実でありまして、例えば大量破壊兵器や弾道ミサイル等の軍事技術の高度化、拡散の下で、北朝鮮は日本の大部分をノドンミサイルの射程に入れているわけであります。一方、このノドンミサイルに対抗するためのミサイル防衛の技術もできていると、このような状況になっているわけでありまして、最近も弾道ミサイルの発射を繰り返しているわけでありますし、核兵器の開発も行っているわけでございます。そして、このようなミサイル防衛を行う上においてもですね、日本だけではこのミサイル防衛が行えないわけでありまして、まさに日米の連携のもとにこのミサイル防衛を行うということになっていくわけでありますが、さらにグローバルなパワーバランスが変化をしている、国際テロなどの脅威、海洋やサイバー空間へのアクセスを妨げるリスクも深刻化しているのは事実でありまして、このように大きな変化がある中においては、もはやどの国も一国のみで平和を守ることができないという中においてはですね、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、まさに憲法の前文の平和戦争権、そして13条における国民の命や自由や、そして幸福追求権という権利をしっかりと守る上においてはですね、こうした決めのない対応をしていく法整備が必要であると、こう考えたところでございます。福山哲郎君。非常に重要なことをいくつか言われたんですね。これは戦後2回目の憲法解釈の変更だとはっきり言われた。そしたら基本的に解釈、先に最初に申し上げたように、総理の記者会見の国民への説明とは若干どころかかなり違う状況になりました。私は今の法制局長官の議論を聞いていて、日本を代表する保守論客である山本七栄先生のですね、皆さんもご案内の空気の研究というものを今日紹介したいと思います。この山本七栄先生は日華事変や太平洋戦争の対処の仕方について空気での決定というのを論じている方です。以前から私はこの空気という言葉が少々気になってきた。そして気になりだすとこの言葉は一つの絶対の権威のことに至るところに顔を出して驚べき力を振っているのに気づく。ああいう決定になったことに非難はあるが、当時の会議の空気では、その場の空気も知らずに偉そうなことを言うな、その場の空気は私が予想したものと全く違っていた、とうとう至るところで人々は何かの最終的決定者は人でなく空気であると言っているわけです。これ非常に僕は山本七栄先生というのは本当に保守の論客で、私は大変尊敬を申し上げているんですけど、そしてその中で山本先生はこうおっしゃっています。水を差すことの重要性を訴えられています。人々を現実に引き戻す水が重要ですということだと思います。法制局長官が長年ずっと保ってきた矜持を、かなぐり捨てて、行使容認を、憲法解釈を変更してやろうとしている。自民党の中では、村上誠一郎先生以外は声が上がらない。私は、実はこの審議で、山本七栄先生の本を読んで、水を差すつもりで立っていますが、私よりももっと大きく水を差していただいたのが、滋賀の知事選だと思っています。国民の皆さんは、やはりこの集団的自衛権の解釈変更の、ある種の強引さについて、やはり不安に思っているし、その結果、大きく水を差す思いとして、滋賀の知事選に臨んでいただいたんだというふうに思っております。重要なことをお伺いします。必要最小限でございますが、三角のやつ。最初のやつ。必要最小限の武力行使というのは、我が国が武力攻撃を受けた場合には、均衡の原則でできます。しかしながら、C 国から B 国に攻撃がある状況の中で、我々が武力行使するときの必要最小限は、どういった形で考えるのか。また、先ほどから何回も出ている3要件でございますが、3要件に当てはまるかの基準は
一体誰がどのような基準で判断をするのか、総理お答えください。2つです。短くて結構です。安倍内閣総理大臣。この審査要件に言うですね、必要最小限度とはですね、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される原因を作り出している我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るための必要最小限度を意味するわけであります。なお、国際法の用語で言えば、武力の行使の対応が、相手の武力攻撃の対応と均衡が取れたものでなければならないという均衡性を意味するものであります。仮に我が国に対する武力攻撃が発生していくな、いなくとも、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が客観的に存在している以上、我が国の存立を全うし、国民を守るための必要最小限度についての具体的な限度は、武力攻撃の規模、対応に応じて判断することができると、このように考えているわけであります。こうした3要件にのっとってですね、政府として判断をしていくわけでありますが、今後、立法においてですね、自衛隊が実際に活動する上においては、国会の承認も必要となるわけでありまして、政府、そして国会において、3要件に当てはまるかどうかということが、しっかりとこれは議論されるということであります。そして先ほど、法制局との関係において、議論をされておられるわけでありますが、民主党政権においてですね、戦国当時の官房長官は、法制局長官の答弁を禁止をしたわけでありますが、その際、憲法解釈は政治性を帯びざるを得ないと。その時点の内閣が責任を持った憲法解釈を国民や国会に提示するのが最も妥当であるというふうに、ご参考でありますが、戦国当時の官房長官が述べておられるわけでありまして、これを鳩山当時の総理大臣は、政府によって憲法解釈についても内閣が責任を持って行うと、こういうことでございます。皆さんの都合が悪いことはやめろということだと思いますので、引っ込めさせていただきます。福山哲郎君。そんなことで拍手しないの。今安倍総理は非常に重要なことを言いました。必要最小限をということは、他国に対する攻撃があって、その武力攻撃を排除するに当たるに排除するためのとおっしゃいました。つまり総理の会見も公明党も皆さんも自国のため